皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。セレッソ大阪の試合を振り返るシリーズ、第2回を迎えました。今日は第4節第5節と、5節を終えた時点での簡単なまとめをしたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。まずは2022年第4節、清水エスパルスとのアウェイゲームから振り返るんだぜ。エスパルスの本拠地日本平といえば、セレッソにとってまさに鬼門よね。セレッソが全く勝てないことで有名だな。J1 でのアウェイ清水戦は、なんと2004年を最後に勝てていない。もう18年も勝てていないのね。だが、同時に清水も、J1 でのアウェイセレッソ戦は1998年から勝てていないんだ。お互いに恐ろしいほどの内弁慶ぶりね。不思議なことに、両者ともに J2 で迎えた2016年シーズンに限って言えば、日本平でセレッソが勝ち、長居でエスパルスが勝ったという、真逆の結果になっているぜ。当時からこれは不思議に思っていたわ。そんな相性最悪のアウェイ清水戦、スタメンはご覧の通りだぜ。山田、溜田、山中が今季初スタメンね。山中、溜田はこれが移籍後初のリーグ戦スタメンだ。溜田は昨季から在籍していたのに、先発したことがなかったのね。試合が始まってすぐ、私はセレッソの変化に気づいた。いつもと違っていたの？ああ、いつもならゴールキーパーから丁寧にビルドアップをしようとするところ。この試合はプレスにあったら、比較的シンプルに前線へロングボールを蹴っていたんだ。前節、相手のプレスにはまってしまいミスを連発してしまったからかな？おそらくそれも含めて色々対策を練ってきたんだと思う。清水のシステムは 4-4-2。セレッソと同じだ。つまりピッチ上のフィールドプレイヤー全員がマッチアップする形となる。このままだと全員がマークに疲れてきついわね。こんな時セレッソは、立ち位置を微妙に動かすことで相手の守備にズレを作ろうとする。ふむふむ。セレッソがよく用いるのは、松田陸を最終ラインに残した3バックか。さらにこの試合で特徴的だったのは、清武がトップ下として下がり目のポジションを自由に動き、ボランチの奥野は高い位置に陣取ることが多かった点。なるほど。これでどうなるの？清水の守備は、人への意識が強く、セレッソが形を変えても、もともとマッチアップしていた相手を捕まえに行こうとする。しかしここで清水には問題が発生する。本来、清武を見ていたのはセンターバックだ。この試合だと鈴木海林ってことね。先ほど言ったように清武が下がり目のポジションを取ると、センターバックがそこまでついていくのは難しいので、マークはボランチに受け渡す。しかしこのボランチ、特にエスパルスの竹内の近くには高いポジションを取る奥野がいる。ここで、エスパルスの竹内に、清武を見るか、奥野を見るかの2択を突きつけるんだ。当然だが、清武につけば奥野がフリーに、奥野につけば清武がフリーになる。頭が痛くなるわね。さらにセレッソは畳みかける。ここで奥野を、清水の左サイドバック片山の裏へと走らせる。片山の目の前には中原がいるので、片山に中原を見るか、奥野を見るかの2択を迫るんだ。先ほどと同じように、奥野につけば中原が開く、中原につけば奥野が開く。奥野を開けてしまうとセンターバックがカバーに回らざるを得ない。センターバックがサイドに釣り出されると、今度は中央で山田、清武、溜田が待ち構えているので、中央が数的不利になる。セレッソとしてはこうして前線の立ち位置で優位性を保てていたからこそ、危なくなったらどんどん前線へ蹴ることを選択できたと思うんだ。清水は完全に後手を踏んでおり、ポジショニングで優位に立つセレッソがセカンドボールを次々に回収し、試合の主導権を握った。これが立ち位置で優位性を作る、いわゆるポジショナルプレイってやつ？ああ、まさにそれだ。ただポジショナルプレイにはいろんな形や考え方があってこれだけが全てではないし、これを解説し始めると長くなってしまうから本題に戻るぜ。試合が動いたのは前半45分、左サイドから山中の鋭いクロスが入り、山田は合わせられなかったものの、清水 DF 井林に当たってそのままゴールに、オウンゴールでセレッソが先制する。いい時間帯でのゴールだったわ。後半に入り後半9分、エスパルスの同点ゴールが決まる。神谷のスルーパスに反応した高橋大吾が左足を振り抜き同点弾を決める。この場面は神谷のスルーパスに度肝を抜かれたわ。普通、あの体勢でパスは出せないでしょ。竹内から神谷へのパスがずれたことで、神谷はほとんどゴールに背を向けたような体勢になったからな。神谷の体勢が後ろ向きになったのを見てセレッソが陣形を立て直そうとした。まさにその瞬間の強烈なスルーパスだった。まさかあんなところからボールが出てくるなんて思わなかったわ。同点弾の直後は勢いに乗る清水に攻め込まれるも、これを耐え抜き、後半12分、勝ち越し弾が生まれる。
またしても左サイドから山中の高速クロスが炸裂。エリア内でボランチの奥野が合わせ、ゴールネットを揺らしたんだ。神様、仏様、山中様。その後は勢いの落ちた清水をよそに、しっかりと試合をコントロールするセレッソ。清水も流れを変えるべく後半20分に3枚替えを断行。後半29分にはその交代で入ったベンジャミンコロリが決定機を迎えたが決めきれず、そして次のゴールはセレッソに決まった。決定的なダメ押し点となったわね。中盤で奥野が巧みなタッチで相手をかわすと、そのまま前線へロングパス。これに途中投入の上条が完璧に抜け出し、冷静にゴールへ流し込んだ。神様、仏様、奥野様、上条は J1 初ゴールよね。おめでとう。試合はこのまま終了。3対1でセレッソが鬼門2本平で今季初勝利。まだ1勝なんだけど、1つ勝てば見てる側もだいぶ楽になるわよね。この試合は一時同点に追いつかれたものの、終始セレッソペースの試合と言って差し支えないと思うぜ。続いて第5節はホームでの北海道コンサドーレ札幌戦。スタメンはご覧の通り、乾が負傷から復帰、メンデスが開幕戦以来のスタメン出場だぜ。前節の終盤、清武が怪我してしまって心配だけど、その代わり乾が帰ってきたのよね。その清武だが、両足ハムストリングの負傷で全治3、4週間という発表があったぜ。痛いわ。早く治るように祈っています。対する札幌、直前でコロナ陽性者が多数出てしまい、ベストメンバーが組めない状態。その影響からか、大谷、スチッチ、深井、岡村が今季初スタメン。他にも普段と違うポジションで出場する選手もいるなど、かなり苦しい台所事情だったと察するぜ。大変だろうけど、このご時世だから仕方ないことよね。試合は、もはや J リーグではおなじみとなったミシャ式3バックが機能し、札幌が攻め込む展開が続く。攻撃時には4バックになる、あれよね。そう、まさにそれだ。その昔、このミシャ式3バックは、対4バック用に開発されたシステムとも言われていてな。まず、表記の上は図のような 3-4-2-1 で表現されるが、試合中にこのような綺麗な並びになることはほとんどない。攻撃中はこのような 4-1-5 のような形になることが多く、ここで肝となるのは前線に張り付いた5人。この5人で相手の4バックに対して数的有利を確保する。簡単に言ってしまうと、この5人にどうやってボールを届けるか、の勝負だ。なるほど。これまた簡単に言ってしまって申し訳ないが、中盤をあえて空洞化させ、後ろと前に分厚く人を配置する。まず後ろで数的有利を作りポゼッションを確立。そしてサイドから前線へ送り込む。前線も相手の最終ライン4枚に対して数的有利で勝負できるというわけだ。でもセレッソのような 4-4-2 のチームだと、札幌の最終ライン4枚に数的同数でプレスできるじゃない？2トップと両サイドが4バックにアプローチをかければ、札幌はボールを運ぶのに苦戦するはずよ。確かにその通りだ。そういう時に札幌は、ボランチのもう1枚までもが最終ラインに降りてきて、ビルドアップに参加する。この試合だと、まず深井が最終ラインに落ちて、おなじみの4バック化することが多かったが、それでも数的同数なら小前も最終ラインに落ちて3バック化。その代わり、荒野が中盤に降りてきてカバーしたり、田中高峰が高い位置を取ることで前線の人数も確保するなど、チーム全員が誘導的に動きカバーし合っていた。確かに札幌の選手はすごく誘導的に動いて、目が回りそうだったわ。大事なのは一番後ろと一番前の数的有利。一番後ろで数的有利を作って、浮いた選手からサイドへ展開。サイドから前線へ、前線も相手の最終ラインに対して数的有利な状態で攻め込む、というわけだ。その分、中盤は一人しかいないから数的不利だが、ここは攻撃ではほとんど経由しないから問題ないと判断しているんだと思うぜ。セレッソはこのミシャシステムに対して、ボールを握られる展開が続いた。常に大外にフリーな選手がいて、どんどんサイドチェンジされて苦しそうだったわ。だがブロックをしっかりと作って守ることはできていたんだ。問題はそれよりもセレッソの攻撃、札幌の守備。札幌の守備は基本的にマンツーマン。陣形を崩してでもマンツーマンで守ってくる。これにセレッソは悪戦苦闘。ビルドアップ時も激しくプレスに来られてしまい、たまらず前線にロングボールを蹴る展開となる。でも、ロングボールを蹴るのは前節もやってたことよね。こぼれ球を回収すればいいじゃない。前節と違うのは、札幌はほとんどピッチ全体でマンツーマンであるということだ。立ち位置を変えてもマンツーマンでついてくる。前線の選手も全員がマークされている状況。なので数的同数。しかもそのマーカーをなかなか剥がせず苦戦した。ボールを奪っても前線へロングボール、そのロングボールを奪われて再び守備に回るという、なんとも苦しい展開となってしまう。でも、札幌も前から来るし、ラインは高かったから、
プレスをかいくぐればビッグチャンスになりそうな気配はあったよね。確かにその通りだ。なんとかプレスを剥がし、前から来る札幌を裏返すことさえできればチャンスにはなりそうだった。実際、惜しいパスも何本かはあった。しかし、こうしたいわば殴り合い行ったり来たりの展開こそ、札幌の望む試合展開なんだ。セレッソは殴り合いのような試合が苦手ってこと？少なくともこれまでの試合を見ているとあまり殴り合いの展開は望んでいないように思う。どちらかというとしっかりボールを握って、じっくり試合を進めたいのではないかと。確かにじっくり攻め、じっくり守る展開が多いかも。だから私はこの試合を札幌ペースだと思ったな。ボール支配率だけではなく、やりたいことができているのは札幌で、反対に自分たちの好きな展開に持ち込めていないのがセレッソだと感じた。けど、この試合の先制点はセレッソに入ったよね。この日の札幌に誤算があったとすれば、やはり欠場者が多かった最終ラインの不安定さ。セレッソがそこを突く形で、先制する。前半25分、札幌のビルドアップにプレッシャーをかけ高い位置でボールを奪うと、最後は犬井のパスを受けた山田が決めた。札幌のパス回しは見るからにバタバタしてしまってたわね。普段と違うメンバー、違う組み合わせだったのは確実に影響していたと思うぜ。しかし5分後の前半30分、コーナーキックを岡村が頭で合わせ、札幌が同点に追いつく。見事なボールだったけど、あまりにあっさりと合わせられたわ。あと気になったのは、京都戦も同じような位置で合わせられて失点したよな。もしかしたらセレッソのセットプレイの弱点みたいなものがバレているのかしら。その後も攻める札幌、守るセレッソという構図は変わらず。しかし後半17分、またしても札幌の最終ラインにミスが出てしまう。ボールを受けた岡村が前線へ大きく蹴ろうとしたが、まさかの空振り。慌てて立ち上がりクリアしようとするも、詰めてきたメンデスにクリアが当たってゴールへ吸い込まれてしまった。ラッキーな形ではあるがセレッソが勝ち越しに成功。雨も降ってたしピッチがスリッピーなのが影響したかもしれないね。このまま逃げ切りたいセレッソだったが、後半31分、札幌の右サイドから金子が左足でゴールに向かうような軌道のクロス。これを途中投入の中島がわずかに触って、ゴールに吸い込まれてしまった。逆足クロスで最も嫌な軌道のクロスが入ってきてしまったわよね。記録上は中島の得点だったけど、あれは触っていなくても入っていたと思う。試合はそのまま終了し2対2のドロー。ホーム今季初勝利はまたもお預けとなったぜ。主力を欠いた相手に対して、ミスから2点も取っておいて勝ちきれないのは悔やまれるわ。気持ちはわかるが、試合自体が完全に札幌ペースだったし、引き分けたこと自体がラッキーだったと思うぜ。そうね、確かに相手のミス以外はそんなにチャンスもなかったしね。というわけで今季5節までを軽く振り返ったんだぜ。ここからは簡単にこれまでの戦いぶりをまとめてみようと思うんだぜ。いいわね、振り返ってみましょう。霊夢はここまでの試合をどう思った？そうね、決して大崩れはしていないけど、なかなかスッキリしない試合が多いと思うわ。ああ、私も同感だ。手堅いチームを目指しているのかしら。おそらく派手な打ち合いや、攻めまくるようなチームは目指していないとは思うぜ。どちらかというと、じっくり相手の弱点を探りながら攻め、慌てずしっかり守る。こういうチームを目指しているんじゃないかと思う。マリサは今のセレッソの課題はどういうところだと思う？まだ数試合でどうこういうのはダメかもしれないが、Twitter などのネット上でもこういう意見が多いんだが、試合中の修正力に欠けるこれに尽きると思うんだ。確かに相手のペースに巻き込まれてしまうと、なすすべなくなってしまう試合が多いかも。相手を分析するなど、その試合に対する準備はしっかりできていると思うんだ。ただ、その準備がハマると勝つ、ハマらなかったらそのまま負ける。苦しいながらもなんとか修正して、流れを引き寄せるというのができていない。つまり、試合途中で臨機応変にプラン変更ができていないように見受けられるんだ。選手交代もある程度パターン化してしまっている。言われてみれば交代カードを切る時間、ポジションはいつも似ているわね。しっかり対策を練ることは素晴らしいんだが、当然、事前の想定通りに試合が進むとは限らない。そういった時にもっとベンチワークでピッチ上の選手を助けてあげられればな、とは思う。今は事前の想定が外れたら、あとは選手がピッチの中で頑張るしかない状況になることが多い。あと個人的に印象に残ったのは京都戦だ。京都戦はセレッソのペースだったけど勝ちきれなかったわよね。どうしてあの試合が印象に残ったの？霊夢の言うようにセレッソのペースだったんだ。だけど決めきれずに勝利を逃した。もちろん、上福本が降臨したというのも大きい。けど、京都はスコアが動く前からシステムを変更し、流れを引き戻そうと何度も試みていた。選手交代も常に先手を打つ形で使ってきた。
システムを変え、選手も変え、しかし前からプレスをかけるという、チームの根幹部分は変わらずに、京都はどうにか自分たちのペースを取り戻そうと頑張っていたんだ。流れが悪い試合で、何もしないままじっと試合を見ているだけではなく、あの手この手で自分たちのペースを取り戻そうとしていたんだよ。今年のセレッソは正直、そういったことをしているところはあまり見ないものでな。ああいうのを見ると、ベンチワークとチームに植え付けられた哲学の差を感じてしまってな。確かに。でもまだ5試合だし、そう悲観的にならなくてもいいんじゃないかしら？ああ、確かにまだまだシーズンはこれからなんだぜ。こういったセレッソの戦術部分については、またどこかで深く掘り下げたいと思うんだぜ。素人目線の意見でよろしければ、またぜひ見てほしいんだぜ。で、ここまででいられたポジティブな要素もあるわよね。もちろんだ。今のところ新加入の選手は期待通りの活躍をしてくれていると思うんだぜ。そうね、中原はすっかりレギュラーだし、上条もスーパーサブとして地位を確立したわね。山中もレギュラーを脱出しそうな勢いだしね。それになんといっても、17歳、北野颯太。そうまだ17歳なんてお姉さん、応援しちゃうわ。彼が見せるゴール前での落ち着きは、もはや17歳のそれじゃないしな。リーグ戦ではゴールはまだだけど、ルヴァンカップではもう決めたのよね。エリア内でボールを受けて、冷静にターンしてニアサイドをぶち抜くという、とんでもないゴールを決めたぜ。やっぱり若い選手が出てくるのを見るのは楽しいわ。今後の活躍にも期待しているんだぜ。じゃあ今日はこの辺で終わりかしら？ああ、そうだな。また6節以降も振り返り動画を出そうと思ってるので、興味のある方はぜひ見てほしいんだぜ。チャンネル登録者も増えるように頑張ります。それでは、ご視聴ありがとうございました。